小券者はタイヤ系の小さな自転車の通称である。この言葉自体に公的な定義は存在しないが、自転車用語の基礎知識ではタイヤ系20インチかそれ以下の自転車で20インチである BMX 車は慣例として含めないと説明される。日本工業企画ジス D9111-2005 ではコンパクト車という車種が室内での保管。 自動車トランクへの収納または公共交通への持ち込みを意図し、予備20以下の車輪及び軽量なフレームによって、軽量化及びコンパクト化を図った自転車と定義されている。和行など自転車以外の交通手段で運ぶことを意識して、車体がコンパクトに折りたためるよう設計された折りたたみ自転車が多いが、小継者が必ずしも折りたたみ式とは限らない。ミニベルは、 おおむね24インチ以下の自転車を言う傾向があるようだと、前景、自転車用語の基礎知識は述べている。ミニサイクルは、JIS D9101 から1991の用語で、車輪の小道の予備24以下の日常の交通手段に用いる、短距離低速走行用の一般用自転車と定義され、JIS D9111、2005では警戒車と統合され、 指揮者に含められる自転車である。通常、女性向けの買い物用自転車のうち、タイヤ計24インチ以下の小さいものを指す。外して、高速走行やアクロ走行の性能では、タイヤ計の大きな一般の自転車に劣るため、遠乗り向きではない。その一方で、車体がコンパクトで軽量に作られていること、こぎ出しの軽さなどの利点があるため、和行用や、 街乗り用に人気が高い。最近では2万円以下で安売りされるものも増えてきたが、主流は5万円から20万円程度、アレックスモールトンのような高級モデルでは完成車で100万円を超えるものもある。一般の自転車で一般的なダイヤモンドフレームや、その変形もよく使われるが、中折れ式のエッジ型フレームを採用しているところもある。ホイールベースは車体に比べて長めに取られ、 ロードバイクと同程度の長さが確保されているものが多い。折りたたみ式では軽量化も重要なポイントになるが、カーボンフレームの採用例は少ない。また折りたたみでないものでも、やはり最新素材の採用は少なく、金属素材で作られるものが多い。ただし、カーボンやチタン、マグネシウム等を多用し6キログラム以下に抑えたものも存在する。とりわけ、 コンパクトを歌ったものは複雑で、メカニカルな折りたたみ機構を採用し、その動きの面白さも人気となっている。16インチから20インチサイズが主流だが、コンパクトなものでは12インチ以下のものもあり、最小のものは5インチである。小型のためタイヤの完成モーメントが小さく、またトルクが高いためこぎ出しや途半が軽い。そのため、発進、停止を頻繁に繰り返す。 市街地での利用に適する。また、ジャイロ効果が比較的弱いためハンドリングは機敏である。ロードバイク並みに細い高圧タイヤを採用したものから、MTB のようなブロックタイヤ、太めの低圧タイヤまで用途に応じて様々なものがある。用途に応じ様々で、スポーツタイプではディスクブレーキや V ブレーキ、キャリパーブレーキも多い。コンパクトさが重視されることから、 フラットバーの採用が多いが、ドロップハンドルやブルーホーンを装備したものもある。一般的にフロントには体型のギアを、リアには小型のスプロケットを採用して、タイヤ外周が短いことによる速度面での難点をカバーしている。ほとんどが変速機を装備しており、マウンテンバイクやロードバイクの変速機を流用しているものが多いが、昇型者向けのカプリオコンポーネントを使用することも、 多い。昇景のためタイヤに対して相対的に段差が大きくなること、フォークが短く衝撃を伝達しやすいことから、MTB 並みの前後サスペンションを装備するものもある。ありがとうございます。